さあ今日も行ってみましょう日本人の怒りチャンネルです大事な日本を将来に繋いでいくためにも今日起こったニュースを検証していきましょう またまた出ましたね。赤旗法でございます。石橋省の不記載を球団と、6年間で140万円。うーん、この微妙な数字、どういったことでしょう。あとで詳しくやりますね。そして2番目なんですが、出ましたよ。450万円の申告漏れをしたということで、まあ、不記載ってことにしておきましょうかね。大石大先生なんですけども、今、絶賛沈黙中でございます。大丈夫かなはい、先日ね、こんな形で派手な立ち回りを国会でありまして、女性 A 氏に引きずり下ろされたというですね。うーんこれは 恥ずかしいぞ大井さんではね石破さんから言ってみましょう日刊現代ね石破首相や政治団体に対し神明教授が告発裏金事件の再調査石破逃げるでは済まないと神戸大学神戸学院大学か神明教授がですね石破首相や鴨下一郎元衆議院議員が代表を務めた政治団体が19年から21年3年間に開いた政治資金パーティーで要はね別の資金団体からいっぱいお金もらったんだけど過少申告したとまあまあまあよくあるパターンですよその部分は 省いたんじゃないかということで、これを東京地検に告発したという、こういう記事なんですよね。でね、石橋省は裏金問題について、以後気をつけますでは済まないと明言していました。あ、していたよね。間違いなくこの石破さんというのは、こういうことを言ってたんですけども、これじゃ示しはつかないでしょう。今回の一件について、どうやって説明するんでしょうかと。で、X ではこうなりますよ。総理大臣就任直後に赤旗法を食らう石橋、石破さんも裏金問題に関与した疑いがあるかと。 でね、今日も発表してましたけどもこ自民党の公約なんですがルールを徹底的に守るって言ってたでしょいやこれはみっともないよとということで実はこの記事の出元は赤旗なんですよじゃあ赤旗見てみましょうよはいこちらなんです赤旗石破派も裏金ということでまあねこれを裏金というかどうかっていうのはまあこれはね、えー、まだ判断できませんけども赤旗としては当然裏金っていうわけなんですじゃあね詳細見てみましょうこういう内容なんですよこれが赤旗に載っ 取れました。さっきの現代の記事ですと19年から21年の3年間ということにしてましたけどもこれね赤旗ではこうなってるんですねじゃあ見てみましょうこういうことなんですよ例えば2022年,、えー、あ2年, 20, 年20年かでね、えー、健康保険政治連盟という政治団体がありましてそこがこの1年間に3回政治資金パーティーを開いた石破さんに対しまして、まあ、献金したんですで上から20万20万10万ね3回やって計50万ところが石破派の収入の記載としては 30万しか載っていないものですから20万円をどっかないないしちゃったんでしょとこういうことね、これは書いてあるんです。で、ちょっと戻りますよ、16年なんですけども2回開きました。 40万です、はい。全部落としておりますとだから差額は40万これを6年間全部足しますと140万円の不記載不、まあ、記載としときましょう不記載があったってことになるんですけども皆さんこれどう捉えます実に微妙なんですよねこれを月に割りましたら月たったの2万円なんですけどもただねこの健康保険政治連盟というこの1つの団体が6年間の間に16回の政治資金パーティーを行ったんですよねあ行ったんじゃなくて石破さんが16回の政治資金パーティーを行ったんですよね 16回行いましてそれに対して16回、ね、出席して、えー、失踪していると。でね1 1>, 1回ぐらいね、例えば50万円だったものが40万円って書いちゃったとかね、あ、ごめんなさい、10万円間違えたって言うんであれば、まあ、これはミスだろうなってことでいいんですけども、ちょっと数が多すぎませんか。しかも、微妙に金額をね、低く低く書いてますよね。だから私ね、この段階ではまだ分かりませんけども、ちょっとこれはね、石破さん、どうかという気がしますよ。これがね、ミス、錯誤、 いや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 、こんなミスはしませんよ。もし会計担当者がこんなミスをしたら、私が議員だったら、お前はクビだ、ファイヤーっていうふうにしちゃいますよ。それはそうでしょ。こんなことやって、後から発覚したら、偉いことですよ。私が球弾されちゃうわけですから、こんなこと会計担当者がやってたら、相当ボケてるとしか言いようがないんです。でしょだから私ね、これちゃんと説明しないとおかしくなると思いますよ、石破さんと。まあ、とにかくね、今回の選挙を迎えまして、石破さんの裏金、ね、まあ、不記載議員に対するね、あの、お 処置と言いますかこの処遇処遇ですよねこれはもう二点三点しておりますけどもさあどうするかとでねこれ比較すると面白いんですけどもはい今回石破さんこれ140万円まあまあこれは事実でしょうね調べたんですから明らかにおかしいですよところが今回の自民党の一連の問題で兵庫の西村元経産省いますね彼は5年間で100万円の不記載があったんですよそれで党の役職停止なわけでしょ1年間食らってますよね石破さん党の役職どころか総理大臣やってるわけ ですから下手したら総理大臣の資格停止と、まあ、総裁が停止ということになるわけなんですけども、それに匹敵してもおかしくないと思いませんかね。私はね、さすがにこれはうーんと気がしますよ。ただもちろんなんですけども、ちょっと内容は違いますよね。あちらはあの政治資金パーティーはって、本来は1000万円なんだけども、1100万円集まっちゃったと、いや、100万円はノルマを超過した分だから、この部分はなかったことにしようぜってやったわけですよ。だからまあ今回のこれはね、ちょっと内容は違います。でももこれをもし 意図的にこの、ね、会計責任者がですよ隠したとしたらこっちのほうが、ね、まあ、こっちの方がと言いますかどっちもどっち明らかに両方とも所得隠しということになりますからまあ罪の度合いでは全く一緒ってことになってしまいます。そうでしょうこれを石破さんがどうやって処理するか私は、ね、ものすごく興味深く見ておりますよね。さああじゃあお次行ってみましょう 出ました大石明子大先生もうね私はもう大石さん大好きなんですよねもうこの人大好きでございますけどもいやー来ましたね大石明子と歩む会収支報告書の記載漏れが発覚反応ねこれネットですよ裏金議員だったんですか初期記載漏れは漢字がややこしいな裏金で脱税なんでしょうということでこの絵、ねえー、見てくださいよかっこよく目立ってねよっしゃテレビに映ったアピールしたぜとこれで令和の票が増えるなんて思ったんでしょうがはいこの写真が かえって自分の首を絞めることになったってことじゃないですか今回というのはねじゃあ見てみましょう何があったか こちらなんですよ。訂正願い。はい、日付1年前ですね。令和5年8月8日に、えっと、政治団体の名称、大石明子と歩むか、うん、で、会計責任者と提出者の名前が福山美和という,うね、えー、両名載ってると。えー、ただ、なんかこれ、筆跡全部一緒ですよねって。あ、まあ、これはいいのか。まあ、別にね、これは直筆といいますか、あの辞書である必要はないと思いますね。まあまあ、これはいいでしょうと。ただね、一番下。 成理由は収支の記載漏れがあったためと、いやいやいいですよこのね記載漏れっていうのはまあありますわだってあれだけお金が出入りしててねあっ すちゃったこれをね、えー、のっけるの忘れちゃったっていうのはまあまああっても僕はね仕方がないと思います。ところが、この大石さんっていうのはね、本当に10万でも20万でもあったらお前は裏金だとか言ってね、大きな声で糾弾します。はい、大きなブーメランが帰ってきてしまったということでしょう。で、内容がいろいろ出てるんですけども、ああ、これ見事に黒塗りですな、あとんだろう、これと。まあただこれはねうん、寄付者の住所とかそういうの書いてあるみたいで、まあ、事務所がひょっとしたらね、自宅の住所 書いてるのかなはいまあまあこの辺はいいでしょうはいそしてねこういう形で支部へね、えー、からずっと令和新選組大阪第5区にずっと毎月50万円を景気いいですがこういう形で支部を、えー、寄付しているとでまあこれはいいですわあのね細かく数字を追ってきますとねもうもう嫌になっちゃうと思いますんではい結論言いますね結局ねこういうことなんですよはい見てください収支の状況でバッ 点が打ってあるでしょ。で、さっきの福山さんの印が真ん中にトーンと押してあります。注目は右上。収入総額二千三百五十三万三千百六十六円と、これに抜点を打ってるんですよ。で、要はこれごめんなさい、間違えちゃった。本当はこうなのよということで二千八百万円二つ並びますよ。ドんはい、この差額見てくださいと、おおむねえー、およそ四百五十万円かな。だから四百五十万円本当はね、もっと他に収入があったんだけども、ごめんめ間違えちゃった。 記載漏れなのよねテヘペロということをやったとそういうことになるんですようーんどうですかさっきの石場さん140万円ですよね大石さん 四百五十万円ですよね。大石さんこれどうやって説明するんでしょうかと。ただ今のところ何にも話しておりません。それとね私がすんごい不思議なのはなんでこの時期にこんなことね急に出てきたのかと。これ不思議だと思いませんかね。これ何なんでしょうね。うんまあこのねえ出張国の訂正というのはまああの昨年これやってるんですけどもこの時期に出してきたっていうのはたまたま X のねまあ一般の方っていうのは見つけて出したのかそれとも誰かが意図的にこの時期にぶつけたのか。 まあ、これはよくわかりませんでもね、一つだけ言えるのは、大石さん、さすがにこれはね、悪手と言いますか、自分がこういうことやっ,てたわやってたわけでしょ、だったらあんなプラカードを持って国会であんな妨害して懲罰動議を受けるようなね、なんでああいうアホなことをするのか、左派の皆さんっていうのは、ブーメラン投げる前からね、これ、やばいブーメランだ、うわー、投げたら自分にぶっ刺さるってこと、想像しないんでしょうか。はい典型的なこのね、ブーメランのプロは蓮舫さんでございますが。 彼女もそうでしょ。投げる前からわかるだろうと。このブーメランは投げちゃあかんやつや。ってわかるわけでしょ。ねえ、それを投げちゃうんですよ。さあ、大石さん、特大ブーメランがぶっ刺さったことになりましたね。はい、それでね、まだ大石さん、これコメント発表していませんので、この件については一回ここまでにしておきますね。彼女がコメントを発表してからにしましょう。ただですね、大石さん、おかしなこといっぱいあるんですよ。例えばこれなんですが、私、この時で動画に上げたんですけども、はい、今年の1月20日、大石晃子 大決起集会ということで大阪のホテルでこんなことやってるんですよ。えっと、一般チケットが5000円、ウェブ配信1000円、おそしてアンダー22、22歳以下ね、2000円と、こういう形でなんかね、えー、こういう催しもんやったと。ところがなんです、これよく見てください。私から言わせれば、これ政治資金パーティーですよ。そうでしょどっからどう見たって政治資金パーティーでしょところが、れいわ新選組、大石さんもそうなんですが、政治資金パーティーは廃止だこんなことやっちゃダメだめだってずっと言って。 てたんだよななこのの人確かかね私の聞き違いかなあれごめんなさいね聞き間違いだったらごめんなさい謝罪したいと思いますけどそんなことないよね言ってましたよねでこの時ね大石さんそれ指摘されたんですよなんて言い訳してたと思いますこれは政治資金パーティーじゃないとこれはイベントなんだとね見てくださいとね、えー、集会とか書いてあるんだけども楽しいこれはイベントだとそういう形でね妙に言い繕って政治資金パーティーだったら絶対 に認めなかったんですよでこれ当日のタイムスケジュールなんですけどもはいまず見てくださいね、えー、4番に「お楽しみタイム」なんてありますけどもこれねはい。 お金かかってませんよ例えばゲストに大物タレントを呼んで出演料が100万円かかったとか言うんだったらああそれは仕方がないかなと思うんですが基本的に出てる人は令和のこのあ、まあ、議員とか議員の候補の支部長ねはいこんな人が出てるんですよはいこれそうでしょうさらに次見てくださいドンこれ当日の写真なんですけども令和新選組のホームページに載っておりましたでざっと人数数えたんですけども200ぐらいはいるかなとそして左のねあの奥にもちょっと見 切れてますんで、えーまあ、その辺りわからないんですけどもそのぐらいはねざっと見ているような雰囲気はするんですよね。 でしょじゃあ、彼200いたとしますと、全部で100万円とこう収入がですよ。それに加えて、ウェブチケットがありますから、まあ、110、20、うん、もうちょっといくのかな、そんぐらいあります。で、見てください、水すら出す形跡ないですよね、出した形跡ないですよね、これはね、間違いなく会場費だけで済んでると思います。で、あとは、実際に参加する登壇者の、まあ、交通費はこれ、かかると思いますんで、でもどうですか。これ 利益率めっっちちゃくちゃゃく高いいいいと思いますすよ85%ぐらいはこれ言ってるんじゃないですか小泉駿朗君も真っ青の利益率ということでもう大石さんしっかりやってるじゃないですかどうですちょっとねこの説明も含めて私はね是非とも聞きたいと思っているんですよねさあ大石さんどうするかということでこれ大石さんの X なんですがさっき言いましたようにこれを全部チェックしましたけども今のところ何にも言ってませんまあだからここまでにしておきますね今んところ何も言ってませんけどもこの大石さんの反論があった後になんか妙な こととがあっったたたら私はまま触れたいと思ってますでもう一個ですね、れいわ新選組でね、こんな写真がネットににぎわしていたんですよ。見てください。あ、これじゃないや。これ。はい。えー、っとね。 大ムタだったかなこれあの福岡のね、今度ね、立候補するタコスキッドって、まあまあ別にいいんだけども、プロレスラーかな、立候補するらしいんですよ。で、その人、今現役の市議だと思うんですけども、はい、この人がね、どうもこれは選挙カーかなんかですね、はい、その車がこういう形でコインパーキングに止まっておりますと、いやいや別にこれはいいですよ、消費税廃止、インボイス廃,廃止と、ガソリン税ゼロ、教育費ただと、奨学金ちゃらって書いてあるんですけども、はい、駐車場料金も、 チャラとといううことでしょうかねねえだってガソリン税ゼロ教育費タダって書いてあるでしょ奨学金チャラこれ駐車料金もチャラってことですかねおかしいでしょこれ間違えちゃったんですかねなんかね止め方をねうんちょっと止め方間違えちゃったかなってほらよくテレビでねほらあのなんだ万引き G メンのやつあるでしょそれと万引き G メンが外に出たお母さんを見つけてねあれお金忘れちゃったかなと <laughs> それと同じですよね あれ支払い忘れちゃったかなと。そんな形でございますけども、これは私、言い訳できないと思いますけども、できればこの件も一緒にまとめて、大石さんには、このツイートをですね、X のポストをお願いしたいと思いますね。はい、じゃあ最後なんですけども、ちょっとだけ記事見せておきましょう。はい、例のこれ、名古屋の話なんですけども、大村さんじゃないや、えー、川村さん立候補しましたよね。ところが見てください。これ、大村知事なんですよ。無責任と苦言を呈した大村知事に、川村市長は反論とした。そっちの方が無責任だと。 減税の1円でもやったらどうだ。県民税10%、減税が最初の公約だったということで、見事に河村さん、カウンターンパンチを食らわしております。でね、大村知事もやめりゃいいのにね、だから大村知事もブーメラン投げてるんですよ。無責任だって言ったわけですよね。名古屋市長を途中で放棄したと。まあ、確かに途中でやめて放棄したってのは事実かもしれません。でも、広沢さんに継承するわけですから、これはどうかってことになりますよ。だけど、無責任なんて言っちゃったもんですから、あんたが無責任だって言われちゃってるんです。 恥ずかしいですよね大村さんねこういうこと言うのやめりゃいいんですよだから言われちゃうんですはい今日はねそんなところにしときましょうでは今日の動画が良かった方はいいねボタンとチャンネル登録そして共有拡散もよろしくお願いいたしますまたメンバーシップもぜひご参加くださいそれでは